フェリックス・アルントはアメリカ合衆国のラグタイム音楽のピアニスト、作曲家。1916年にラグタイムとしては最初のノベルティ的なピアノ曲と考えられているノラを作曲した。この曲は複雑なスタイルでピアニストの腕前を匹敵することが意図されている。アルントは1918年に世界的流行となったスペイン風邪のために29歳で ニューヨーヨクに没したフェリックス・アルントは、1889年5月20日に、ニューヨークで生まれた。母親のシャルロッテ・アー・ピュア・アルントは、フランス人の父とスペイン人の母の間に、スペインで1851年に生まれた。母は、フェブリエール・女伯爵と称されており、ナポレオン三世につながる血筋であった。フェリックスの父は、アンドレアス・ W ユーゴ・アルントという、 スイス生まれの大工であった。夫妻は1888年にマンハッタンで結婚していた。フェリックスには1890年生まれの妹、シャルロテ・アルントがいた。フェリックスは公立学校で教育を受けたが、ピアノは独学で学び始めた。やがて、家政と学理を学ぶようになったが、その教師の一人はフランツリストの弟子だったピアニスト、 カール・ラッチム・ウンドであった。1908年、19歳の時に、アルントは、最初のワルツ作品を出版した。1912年には、バンジョー奏者の兄弟フレッド・バン・エプス、ビル・バン・エプスと共に、バン・エプス・トリオを結成した。以降、1917年まで、このトリオは、多数のラグタイム曲の録音を行った。1914年以降、アルントは、ピアノロール、 つまり、自動ピアノ用の巻き取り紙の制作を手掛けるようになった。アルントは、デュオアートと QRS のためにピアノロールを制作し、1919年までに合わせて3000巻以上を残した。その中には、クロード・ドビュッシーや、その他クラシック音楽の作品も含まれていた。他方で、アルントは、ラグタイム作品の組曲、A シンフニックナイトメア、 デセクレーションラグ1の作曲もしていた。これに続いて、フロム・スープ・ツー・ナッツも作曲した。1915年初め、アルントは、ニューヨークで、セントルイス交響楽団の専属性学科で、優れたピアニストでもあった、ノラ・ビー・ロックに出会った。彼女を見染めたアルントは、彼女に捧げた歌、ノラを書いたが、この曲は驚くほど、華やかに、 ピアニストの技量を披露しようとする作品であった。この曲は、これ以降に普及していったノベルティ的なスタイルの最初の例であった。ノラと結婚したフェリックスは、アン・アパー・ティック・ナイトメア、デセクレーション・ラグニとフォックストロット曲、クローバー・クラブを、1916年と1917年に出版した。ノラは、これらの作品の制作を手助けしており、クレジットもされた。 1918年、スペイン風邪が世界的流行となり、ニューヨークはとりわけ大きな被害を受けた。すでに肺炎に罹患していたアルントは、さらにインフルエンザにかかり、10月16日に29歳で没した。ノラ、1916コカダ、1914、ありがとうございます。